光は俺が開けるまでそばにいて、開けたら開けたで嬉しそうにプレゼントの説明をする。それはずっと前から続いていたこと。あの時から毎年。滝島、彼女はいつも俺の誕生日にプレゼントをくれる。でて楽しいか。こんな勝負で滝島に勝っても嬉しくないし、私は滝島でもいないと嫌だぞ。楽しいことはみんなと一緒がいいな。だから一緒にやらないか。どうしてくれましょうか。約束したはずです。テストで勝負に勝ったら光の一日をいただくと。何をするんだ。あなたとならどこへでも。それはたとえ地獄でも。おい、地獄って。私はごめんだぞ。ていうかお前少し変だぞな、滝島。いつでも俺の心を震わせる唯一の存在。だから楽しいのでしたね。なんだ、なんで笑うんだ。いえ、別に。なあ滝島、本当にどこか行きたいとこないのか。どこでもいいんだぞ。あなたとならどこへでも。え、光。まったく、あなたという人は。滝島、お前びしょ濡れだぞ。誰のせいだと思っているんですか。よっしゃ、パーフェクト達成、300点、イエーイ。何の時間だ。これです。これはあちらのホールでパンキュ兄弟のプロレスの試合があるんです。行きますか。ありがとう、滝島。この気持ちの正体は。よくできました。ケイ。
今更無理して名前で呼ばなくてもいいんですよ。アキラは大丈夫です。できもしないのに無茶はやめてください。な、ちょっとしろ。どこまで行くつもりだ。下ろせ、いいから下ろせ。もうしょうがないですね。俺に負けるのが嫌ですか。お前は特別だからな。特別。滝島は特別なんだ。子供の頃から、初めて会った時からずっとすごいやつで、どんなに頑張ってもどうしても勝てなくて、誰よりもすごくて、誰よりも尊敬できて、誰よりも憎らしい。私の特別なんだ。しか、私の特別な、滝島が好きだぞ。滝島、あなたという人はどれだけ心配させれば気が済むんですか。あっ。